そうですね、まあ、お客さんの前とかそのとかではあんまり青木さんは俺と仲いいことを言うんじゃねえぞって言われてたんでね、もしかしてこんなこと言うと怒られちゃうかもしれないんですけど、本当に青木さんにはすごくよくしてもらってて、その全日本プロレスに僕と石井隆夫ってこう3人で参戦した時に、まあ、あまり馴染めなかった僕たちとかをずっと話しかけてくれたりとか、すごい気にかけてくれて、なんか試合後にじゃあご飯行こうって誘ってくれたりとかしてたのも青木さんで、でまあ、僕もそのずっとやっぱ慣れない場所で青木さんのおかげでなんかこうちょっと馴染めたりとか、みんなと話できるようになったりとかもあって、まあ、あと本当に個人的に一緒に2人でご飯行ったりとかもあったりとか、一番そうですね、思い出に残ってるって言ったら大阪大会の後に一緒に USJ に遊びに行ったことがあるんで、そういうのもなんかもう全部思い出して、なんかなんかこうちょっとね寂しくもなるなっていうのは今ありますね。やっぱり仲良くなったポイントっていうのはあんまり自分でもはっきりとは覚えていないんですけど、なんかこう少し話しかけてきてくれるようになって、僕もあこの人ちょっと話しやすいのかなって、見た目以上に見た目がすごく怖かったんで、あこの人もしかして話してくれる人かもと思って、ちょっともう僕もグイグイ行っちゃったんですけど、だったらすごくね温かく話してくれたりとか、試合前にちょっといろんなことを教えていただいたりとかもなるようになりましたね。すごくこうこだわりが強くて頑固な人だったと思いますね。本当に青木さんはもう許せないことはもう絶対に許せないっていう、その芯がすごく強い人だったなって思いますね。まあ、そのやっぱ皆さんの言ってるテクニックとかっていうのはさ、もちろんだと思うんですけど、僕はリングで向かい合った時の青木選手の目がすごく怖くて、本当に殺されるっていう気持ちをやっぱり与える目をしてるなって思いました。そうですね、1年ちょうど僕が一時帰国してるタイミングでのそのあれを見たので、まあそれ僕はまあちょっと治療に向かってる途中だったんですけども、電車の中でちょっとね涙止まんなくなっちゃって、なんか本当数日前まで連絡取り合ってたのになっていう、なんかその時から、まあ、1年、まあ、なんかまあ、感覚で言うとすごく早かったかなっていうのはありますね。でもやっぱり全日本プロレスに僕がまた参戦させてもらって、会場に行った時に青木さんがいないっていうことはやっぱ自分の中ですごくまあすごく寂しかったですね。いや本当に、まあ、こうして、まあ、素晴らしいカードに入れていただいて、まあその全日本プロレスのお客さんには多分僕と青木さんの関係っていうのは多分皆さん知らないと思うんですけど、その、まあ、実はこの青木選手が亡くなる前ぐらいに青木さんから連絡来て、僕がちょうどイギリスにいるタイミングだったんですけど、その時に連絡が来て、俺もイギリス連れてけよって言ってて、いや連絡が来て、で僕も自分 の出てた団体とかに青木選手どうですかっていう話とかもしたら、みんな来てほしい来てほしいって言ってくれてて、じゃあ一緒に行きましょうよって送ったら、僕青木さんがなんでお前と出なきゃいけないんだよっていう連絡が来たりとかして、でなんかまあ今そういう風に僕の中ではずっとこう青木さんとのやっぱ気持ちっていうのはすごくあって、誰にもまあ今までまあ表に出したりとか伝えたことはなかったんですけど、まあこういう風に青木さんのまあ
メモリアル工業にこうやってメインで自分が選んでいただいたというのは本当にありがたいことですね。もう自分も、まあ、ベビーフェイス、ヒール、ユニット、そんなもの関係なく青木さんのために、思いっきりプロレスします。